続きやっていきましょうか。バイオハザード。すっごいスッカスカな感じになってるんですけどね。まあそんな感じで、これも銀トークンだからね、まあ3つあっても仕方がないということで、ああそっか、これ組み合わせとくかね。いきなりなんかな、クッキングタイムみたいな、テレテテ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 ミス。うん、で、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら幸いでございます。極力ハンドガンと、なんだっけ、ナイフでクリアする旅ですね。もう、だいぶ序盤から、なんなら一発目、いきなりね、投げれるものぶん投げたっていうね、もう、いきなり、もうあれですよ、崩壊してるスタートだったけどね、まあ、そこら辺も、ご愛嬌ということで許していただけたら嬉しいでございますね。はい。これ全部埋まってる、あ、埋まってなかったですね。これもあれだよね。あ、違う。そこにゴリッとはめたら大変なことになっちまうだ。よいしょ。違う。ゴリッとしない。オッケーかね。よし、これで全部埋まったっぽいね。はい。じゃあ行きましょうか。宝物全部売ったらどんな感じになるのかね。すっごい楽しみだけどね。ということで続きやっていきましょう。チャンネル登録ボタン押しながら、美味しい飲み物でもしっぽりと飲んでてくださいね。で、虫虫パニック。え？あ、めっちゃバレてる。あ、危ね。待って、相手なんで避けた方向に満足してんじゃねえよ、この野郎。俺だってスピーク、キリがない。なんで銃、スピークと銃どういうこと。で、そこにね、あと少しだ。あー、やばい、もうバグってる。おかしいな、あいてーな、おかしいな、バグってるな。でんでん、オッケー、一番で、どこにいる。どっかにいたよね、今チュンチュン飛ばしてきてるやつ。あ、いたい、甘いぜ。残像だ。あえて残像じゃないです。実体でした。すいませんでした。よいしょー。うい。Next song is Sing a song。ちょっと待ってね。母言ってるでしょ。まあ、とある事情で母言わざるを得ないですよ。え、誰か、そんな夜の大運動会なんかしてないです。はい。単純にね、極限まで、何から始める？腕立てじゃないや。アームカールとハンマーカールとね、オーバーヘッドエクステンションしまくった結果でございますね。はい。なんだろうな、これ本当にもうパソコン、やっぱもうダメなんだろうね、パソコンがね。ま、って普通の状態で、ね、ナイフ切り刻みまくって、なんかチュン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 になって終わるとかだったらまだわかる。その処理が追いつかないとかだったらさ、今全然何にもしないのに普通にダメだもんね。よいしょ。オッケー。あ、苦しんでらっしゃる。ほい、オッケー。すっげえ音楽が、え？はラパシャチョティッシュスティートーっていう、なんかめっちゃ言ってんだけど、あれどこ行った。虫。あれどっか虫がいるけど、どこし？おお、危ねえ。なんだおめえ。おお、ちょっと待って、銃構えてすらもいないのに、コマンドが遅れてくるとかだったらわかるけど、押してもないコマンドをね、勝手に入力されるのはさすがに困る。よし、落ち着いて。音楽やんだ。知らんて。うおー、言うてる。牛がいる？ちょっと待って、ほい。これで落ち着いて。よし、落ち着いた。え、牛？牛っしーがいる？音楽がやんだ。てか、なんかどっかからさ、すげえチュドン。あー、もうファックドナルドダックみたいな。あー、いるね。いるし、こっちにもいるし、飛んでるし。あー、もうなんでだっぺ。もう、なんか、学習せい、峰打ちじゃ。ほい。あいつか、ブヒヒ。ブヒー。あれ？あれ？やっぱ強いんだろうな、この武器な。うん。一瞬だったもんね。あー、ちょっと待って。もう頼むって。クリックに合わせて動いて。やってないよ、もうそれ。はい、終わった。もうなんかやんの。はい、オッケー。あー。
どっかで虫がブン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 飛んでるよね。聞こえてくるよ。ブンブンブン、蜂が飛ぴゅー、目の前にいた。あああああ、痛い。誰にも会いたくない。もうこんな虫になんでそんな、おりゃくたばりで、あいつで、なんであいつこっち見てんのに気づかないんだ。超気づいてんじゃん。で、あいつはなぜか扉で待ち構え、あいつかー、ミスターロッカロン。あ、ロッカロン強いな。あれ、あーロッカロン行ったぜベイベー。本当に疲れるぜ。で、あーそっか、あの中でなんかあのあれでタイムトラベルしようとしてるやつがあるんだ。ピク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 して、で、あの中は特に何もないのかな。ちょちょ、ういあれ、この爆発音で何もなってくんないっていう。じゃあ仕方ない、降りるか。ほいっつで、こっち行ったら出て来ないんかーい。あれ、おお、アイエスター、アイエスター、アイエスター、どこ、いっぱい出てきたあのスター。おい、お座り、お座り、お座り、買った。おめえはブタブタパニックよりも買ったいな、買ったいな。和歌山でも鉄焼いて当たんのかよ今の。ガキン、甘いわ。もうこいつはいらないから別にいいよ。あ、痛い、引き分けだったな。なんで盾持ったまんま、やばい。戦略的撤退、トゥオッケー。もういいよ、あのね、あのクリティカルヒットとかそんなもん。そくらえっすよ。なんか生きり立ってる、生きり立つって。んおいで、オッケー。足がちぎれての、生きてるの、飛びの、会いたいの、戦略的撤退だいの。あー、分かった、はい、分かった、構えてないよ。はい、分かったから。おっさんじゃねえんだよ、28歳の若造が。あんた同数の匂いが、あーもうだから上向けっちゅうの、なんで真下なの。ねえ教えてよ、クラッと。ちょっと待って、こっちなんかもう、あの単純にあれだよね、あの怒り系ゲーム実況者みたいになってるけどね。あの大丈夫、あの言葉に出てるだけで、あの内心は全然そんな言うほど怒ってないから、そこは安心して、うん、まあ、あの聞いてる皆さんがね、どんだけあのイライラするかかもしれないけどさ、ごめんね、本当にごめんね。これ近くにいるかな、いない、いる、みんな、あー帰ってってるね。カラスが鳴くから帰ろってか。そうはイカの金玉ですよ。ちょ、ほんと、この捜査官でできる人いたらほんと教えてほしい。わあ、復活、よいしょ、あにゃ、甘いわお前ごときに。お前ごとき、あ、甘いわお前ごとき、ガーラーラ、寝てるってな。あいつを相手にするのはもう蜂めんどくさいから、ほい、うい、あ、ちょ待って、奥から棚野郎が来た。うい、やばいな。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、あいつ いたの。あいって、あいって、プレゼントだ。いやー、みなぎっちゃダメです、みなぎれき。うおー、なんでやねん、メレせえや、メレ。あ、出て、あ、危ない、死にかけてる。よし、オッケー、よし、
頼む頼む頼む、注意を発動してくれ、注意を発動せ、注意を発動しろ。おいっけー、図に乗るな、画家像が。ってかわしゃ樹齢800年じゃ、お前木だったのかって。うりゃー、おやすみなさい、生きてる。よしよしよしじゃなーい、絶対よしってない。おお、新しいの付け替えた。あ、なるほどね、弾がなかったのね。あ、それはそれは失礼しました。我が生涯一片の悔いなし。ちょっと前にあの音じゃさんがそんなこと言ってた気がする。音じゃさんもあの毎週いろんなゲームをさーずーっとやってるから、本当あれ大変だよね。何のゲームがどんな操作性だったかとかっていうのさ、俺もさ普通にだってバイオハザードをさ、あの RE4 と6をちょっとあの交代交代でやったら、拾うボタンがさ F と R で違ったりとかするから、もう速攻で操作ができなくなったりとかするもん。オッケー、いいねいいね。よいしょ。来たよ、飛んでるやつらがいるよ、めっちゃうにょうにょしてるよ。あ、来いよ、真上から来るの遅いな、撃つのが下手くそだな、もう全然ダメだな。じゃあ仕方ないから、こいつをクラフトしている間に戻った。よし、戻ったね。オーケー、あー、まだいたのね、やべー、よいしょ、見切った。音楽はやんだね。よし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 。で、ちょっと待ってよ。で、あの向こうで待ってないんかーい。あれ、ここにもなんかいた気がしたんだけどな。あ、じゃあ全部出てきたのかな、これ。全部出てきたっぽいな。よし、じゃあこいつ、うる、よし、オッケーオッケーオッケー、オッケーなのかどうなのかわからない。全然オッケーじゃなさそう。全然ダメだね、操作がもうカスの極み乙女だね。よし、操作してるのは30代を超えたおっさんです。オッケー、ガンパウダーが2個きた。ガンパウダーが2個きたらこうだよ。あ、やったー、クラフトがオーバー、もう喋れてない、喋るのも難しいレベルになってきた。じゃあこっち進んでってオープン。あ、やっぱ全員あれなんだね、始末しきったって。あ、ガンパウダー、今さいたよね、いたし、なんならあいつあの何の声も上げずにこっちをただただ眺めてたって感じだったよね。とりあえず拾い忘れはないし、お前な、おお前何なんだよマジで、マジかよマジかよ。これ来てるよね、来てるだすよね。え、左、いや左から取れるわけがないよね。ちょっと待って、じゃあもし次変態したら大変だから、ちょっとこれもう一個作っとくか。ちょよし、これで OK。 え、ちょっと待って、グリーンハーブが一個もない、レッドハーブが余ってるっていうすごい不思議な状態が生まれている。さあ来い、さあ来い、さあ来い、ビリ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 、何体来るかな、何体来るかな、1体だけだけど使っちゃおう。ちょっと待って、まだ普通に生きてんじゃん。おー、おはようございます、次、ネクストタイム、ネクストソングバイ。よいしょ、あー外した、なんで外す、そんな距離をバカチン。あ、ちょっと待って、ありゃって、あー、いっぱい来たね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、いや、本当に操作が、こんなさ、もうあの、なんか下手くそ演じてるとかじゃないんだよ、下手になるんだよ、みんな生きているんだ、友達んこなんだ。あ、まだいるのね、いいだろう。ほっ、あばい、あー、みなぎったか、あー痛いんだ。でもこいつさ
冷静に考えてよ。ここ開けらんないでしょ、どうせ。すり抜けてきやがった。うまいな。そりゃ仕方ないな。逃げる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 。さよなら。さあこれで来れないだろう。開けれたし、普通にドア開けてきやがった、あの野郎。ちょっと待って、ちょっと待って、もうさ、毎度毎度前を向こう。チェイン、よし、オッケー。ピン。あれは何、時間差で死んだの、それともただ単にあれでも撃たれてないもんね、普通にね。パコン、よし、オッケー。よし、なんかさ、もう一個不安がさ、こんだけ操作性がえぐかったら、もうなんか壁に向かって走りそうだよね、最後の、なんだっけ、最後のあれだよ。最後のあれだよ。うん。なんか、ね、もう壁に向かって走りまくって、激突して、終了、チン、終わり、はぁみたいな。あの、ジェットスキーという言葉が今出てこなかった。素人だって。来たか、我が子よ。お前、お前本当にもう俺のありとあらゆるストレスを次のパートでぶつけまくってやったんだ。分け与えたいだけだ。一人でも多くのものに。つつましい願いだろう。つつましい、チュチュパチ。生態によって我々は身が一つになるのだ。体が大きくなる。その肉も骨も、肉も骨も、そしてやっちゃうぜ。すでに今。我々の一部だ。ふざけるな。これあれだよね、確か。あの、なんだっけ、あの、PV に出てたんだよね。なぜ安寧を拒む。恩寵を受け入れるだけでいい。恩寵っていう言葉がさ、なんかさ、なんだったっけな、なんか海の、海の、なんだっけな、彼女のように。なんか、あのね、サドラ、知れず、知れずじゃん、ちょっと知られてる、まあ、ちょっとしたその島に男の子がいて、3人の女の子から寵愛を受けるというか、逆か、恩寵を与えるみたいな、なんかそういうあのプチエロ漫画みたいな。てか、元祖エロ、元祖あれだよね、ハーレムってさ、1500% なんだよね、俺の中でさ、うん、あんなさ、西野ちゃん、北おじちゃん、東条ちゃんってね。南とユイだけはね、もう完全にね、あの、いとこだから、ヒロインとして選ばれることはなかったんだけど、途中で出てきた向井小杖の下りはどうだったのかなとか思ってたの。あんま、ああいう奥ゆかしいね、エロいキャラが出てくるのもいいけどね。あの、男が苦手なのにエロい妄想は大好きですけど、最強のエロじゃないですか。全然ムービー見てなかったよ。ねえ。皆さんちなみに、あの、1500% 見たことある方が、まあ、100っていう言葉を出した時点で僕が大体何歳くらいなのかっていうのは、まあ、31歳で公言してるからあれだけどさ、うん。だいたい分かっちゃうよね、どのくらいの世代だかっていう。ちょうどね、なんかね、当時通ってた散髪屋さんで、あのね、100、あの、毎週そのジャンプ、最新のジャンプを、あの、置いてくれてた時だったんですよ。で、その時の第1話があって、あの、その、第1話の、あの、当然関東カラーじゃないですか。だから関東カラーで、その、東条彩の、あの、スカートがめくれてパンツがチラッと見えるっていうね、あの、そこにね、当時小学生、なんだ、なんぼだったかな、忘れちゃったけど、低学年くらいかな、あの、もうとんでもなく興奮をしたっていうね、あの、二次元でも俺はいけるんだっていうことをね、その当時に、うん、何の話をしてるんだ、誰得ね、まあ、わかるわっていう方、ぜひね、コメントいただけたらと思うんですけどね、やっぱね、でも、思った、あのね、おっさんになって、冷静にそういう漫画、なんですごい、女の子が可愛いって思えるようになったかって思、いうのをなんか考えたら、やっぱりね、顔の面積に対して目の面積がある程度なんか大きい子に関しては、まあなんか興奮するというか、まあ、可愛いって思える対象になるんだろうなっていう、そんな気はしたよね。何一人で納得してんだおいって感じなんですけど、そうで、というのもやっぱりなんか、まあ二重一重とかっていう、その好きとかね、あの、キツネ目がいいとかタラメだとかっていろんな好みあるのかもしれないけど、そのこら辺はね、まあね、でもやっぱり目が大きいか小さいかで言ったら、なんかうちの弟なんかは細い目の方が好きだって言ってね、なんか、あの、なんか実際付き合う子は細い目が好きで、あ、じゃあ細い目の子ばっかりで、なんか実際なんか弟目が大きい方が好きだとかっていうの全部ね、なんかね、みんなね、あの、目開いてるのかどうか分かんないくらい細い子と付き合ってたなっていう気はするけどね。うん、まあ、上の、おい、あ、そうか、あれここで崩れ落ちるんだ。だから上の方の弟はね、もう俺は一生独身で過ごすんだ、お一人様を楽しむんだとかって表現してるけどね、まあ、ロバート・デ・ニーロくらいの、ね、年齢になってくるんでね、
新しい子供でも産んだらいいんじゃなかろうかと思ったりするけど、79歳でなんか子供が生まれたみたいな、そんなあれがあったからね。ちょっと鍵を開けましょう。そう、こういう状態の時の鍵を開けるって超大変なの、すっごいわかる。俺もね、あの両手に買い物を抱えて、であの 寝てしまって全くあの動かすことのできない子供を抱えた状態で荷物を開けるとか、あの鍵を開けるとかっていうのね、本当恐ろしいですからね。ということで、はい、あのすっかり忘れてた。ここはあのあれだ、おっぱいプルプルタイムをみんなに見せるところだったんだ。右手が最後の最後の砦だね。右手でおっぱいを触るっていうのをギリギリこらえているっていうところなんだけど、あ今触った、触ったな、いいな、変われ。でもアシュリーの子、まあ、身長がいくつか分かんないけど、でもアシュリーほどのね、このねスタイリストでも50キロ、52、3キロは少なくともあると思うんだよな。君を無事に返すって。まあ、ということで、はい、あのここでバイオ史上最もエロい時間の一つなんですけれども、まあ、残念ながらね、今回のあのやつはマジで言っちゃう系の声だから、はい、じゃあ私は一旦ね、飲み物も飲みたいということで、この辺りでね、皆さん愛嬌聞きたいから黙ってます。はい、どうぞ。やるぞ。大変でございましたね、本当にね。あ、なんか日本語のね、木戸あかりさんだったっけ。うん、まあ、ちょっとエロさ感じたけど。はい、あ、プルプルってしてる、左手がプルプルって。これもブレスレットつけよっかな。うん、はい、ということでね、今回も動画ね、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。結果はこんな感じでございます。撃退数は117なんだけど、まあ死亡回数0ということでね117の命がとか言いながらね、装備入れ替えて、まあラストパートだからね、まあ盛大に行きたいところですよね。うん、まああの物資が底をつかない限りでなんとか調整をしていきたいなというふうに思ったりもしたりする次第でございます。ということで、次回ラストパートか、もしくはちょっとね、今考えてるのは、あのね、若干パートを2つに分けたいなっていう思いもある。まあ、それは、あの、なぜかっていうところは、まあ、あの実際に動画を上げてみて、皆さん分かるというところなんで、ぜひ許していただけたら幸いでございます。ということで、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、明日もお待ちいただいて、お楽しみいただけたら幸いです。では、次回パートでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。